番組ってやっぱり普通ミュージシャンの人ってちょっと避けたいとこあるんですよ。らしいんですよ。なんかトークするのがね。うん、だけどもうなんかあの昔はいっぱいね、はい、素晴らしい歌番組あったけども、最近はなんだかなくなっちゃったし、はいはい、で本当にあの歌い屋ってのはとびきりな上等のね、はい、歌を歌えばいいだけの話で、はい、魚屋だったらあのとびきり上等の新鮮の魚を食わしてくれればいいだけの話で、そういう当たり前のなんかあの番組みたいのがなんとなくなくなったってなってきたような気がして寂しいんですよね。その中ではここはまだあの、うん、あの何て言うんだろう、あのお二人さんのその素晴らしいその阿吽の呼吸っていうか、その中であのね、はよいいなよ。そこを流れさせまんといいよこの番組はって言うてくれりゃ。いやいやいい、そうですか。で本当にね、あの、たまにしか見ないんですけどね、はい、まあね、それはしょっちゅうビデオ録画してまでは見ない私は見ないですけども、たまに見るとね、はい、あの素敵ですよね、やっぱ二人が。あ、ありがとうございます、うんうん、いやまあでもなんかこう一緒にみんな誰かと一緒にってやったことはないじゃないですか。昔はね、デビューする前はね、それこそ二人でやってたんです。男性もう一人いて。あ、そうなんですか。今はコンピューターのプログラマーの社長になってますけどね、でもその頃ってどうですか、常に二人一緒におるわけですから、まあ喧嘩とかも当然もちろん喧嘩もあるし、だって福岡で、僕生まれは鹿児島なんですけどね、あと福岡に上京して昭和ってライブハウスで歌ってましたでしょ、でそれだけじゃ食えないから、中洲とか出てくるわけですよ、そうすると自分の歌しか歌いたくないから中洲なんかに行くとご挨拶たちがいるし、貴さんどこのシャバで歌を取るってこう来るわけですよ。ほんで演歌は歌わんかいって、演歌は歌しますっつって歌うとね、髪の毛をごめん、はいはい、髪の毛をね、はい、いやいやまた掴んでるよ、思ってんよね、もう引きずりまして蹴るさらに蹴るそれで編み出したのが長渕キック。じゃ何やねん長渕キックってなんか長渕さん特有のキックあるじゃないですか。なんかもうすんごいこうなんていうんですかね、こうてるか。いや蹴った後のあのなんていうんですかね、あれじゃあのギターをその、はいはい、バンド室内でやる時に、ワン、ツー、スリー、フォーで終わる時にゼバーンって時に足がパーンってやるやつでしょ、それですかね。あとあれですよ そのこと言ってんですか。トンボの時もそうやったじゃないですか、ちょっとこれの役で。ああ。あの時よー人蹴ってましたよ。だからあれは僕がその福岡にいた頃ね、自分がやられたことを、あの再現してるわけですか。あのこう酔いながらこうやってこうやってこういう感じで、いや本当なの、夜中がいなかった。いや本当ね、怖いなこの人も。いや違うもう本当にね、あの酔っ払ったに蹴るフラフラしちゃう。フラフラしちゃう。バーン。すごい。見えへんところはね、それは足蹴ってきますからね。もうあれ蹴るんですよ。ああ、そうか。見た目で分からんところにダメージね。おい、油断すんな。髪の毛掴まれたり蹴られたりするぞ、おい。デンジャラーなトーク番組。あんまりもう最近は怖いもんってないですね。いや、あります。何が一番怖いですか。今は毒蜘蛛ですね。大阪の。あれは捕まえると刺さるんですか。僕も見たことない。どうなんでしょうね。モスケートダメですか。ダメですね。ゴキブリ。あ、それはもう僕も、あとカマキリとかね、捕めないですね。あ、そうですか。あ、僕もカマキリダメなんですよ。うん、子供の頃にあのカマキリを古文にしてるやつとかいたでしょ。いや、いませんよ。あの青みたいな子でようカマキリとか昼とか古文にしてるやついましてんでした。いやいないですよ。カッターでほら切って血出して昼に吸わしたりして自分の古文にしたりするやつがいたんですよ。
本当ですか。はい。そうすると中性は誓うわけですか、その昼は。だけどまあ一応古文にするっていう、古文にするってことなんでしょうね。言い聞かせながら血を吸わせるわけですよね。血を吸わした以上は中性を誓わさなければ、これやっぱり男と男の絆っていうのがあるんですね。あ、まあその昼が男なら、昼と男の絆なんてありませんかね。